おはようさん、おはようさん。ゲートボール初心者解説第3回はゲートボールの試合の鍵、打つ回数について解説したいと思います。今回もいつも練習しているゲートボール場で解説してきましたよ。まずはアウトボールについて説明したいと思います。こんにちは。今日はアウトボールについて解説したいと思います。アウトボールの、どういうことかというと、アウトなボールということで、いいイメージは持たれないと思いますが、まさにその通りです。アウトボールにする方法は簡単でですね、この白い線よりも1センチでも1ミリでも外に出ればこのボールはアウトボールです。基本的にアウトボールにメリットはなくてですね、デメリットばかりです。まず一つ目のデメリットとして、この間の動画でも説明したように、ゲートを通して点を取るってことはできません。だから例えば、こんなに一つにアウトボールとして出されてもこのゲートを通すことはできません。通せるんですけど点が入らないので意味がないというふうなコメントやってます。そしてもう一つの、デメリットとして、こんだけですね、近くにですねボールがあってもこれに当てることはできません。こうあった時点でもう一度こちらにアウトボールにされます。なので相手の邪魔をすることもできないし、点を取ることができないという最強の足を引っ張る球になってしまいます。なのでですね、アウトボールっていうのはゲートボールの中で一番もう最悪の球だということを覚えておいてください。はい、じゃあ続いては打つ回数について話していきたいと思います。ゲートボールは、皆さんのご想像の通り、自分のターンが回ってきたら打つ回数1回もらえますので、自由に好きなところに打つことができます。で、この打つ回数っていうのを、どれだけ増やせるかっていうのが、試合の、重要な要素なんですが、ゲートボールには2つの打つ回数を増やす方法があります。1つ目が点を取ること、2つ目がどんな色のボールでもいいからタッチすることです。こうボールを当てて、そしてここからね、この当てたボールを持って、今自分が打ってきたボールをこう踏みます。そしてもう当てたボールをこっちにセットします。で、これでこのボールを動かさずにこちらのボールだけを飛ばします。こうですね。これをスパークと言います。で、ここまでの行為が成功したらこのボールもう一回打つことができますので、次はここに近くにあるこういうボールに当てる。で、さっきみたいなことをする。当てた方のボール持って、今打ってきたボール踏んでこうセットして打つと。で、ここまで成功したのでもう一回打てます。では次あれ当てましょうみたいな感じで、打つ回数を増やす方法、これがタッチですね。ボールを当てることをタッチで、タッチによって打つ回数を増やすという行為がゲートボールにあります。これをうまく利用して試合の流れを掴んでいこうっていうのがゲートボールです。はい、ということで今回はアウトボールと打つ回数の増やし方について解説しました。今回のまとめです。アウトボールは最悪の状態。自分のターンになると1回自由に打つことができる。点を取ること、スパークを成功させることでもう一度打つことができる。次回、アウトボールの恐ろしさ。この動画が分かりやすかったら高評価、分かりにくかったらコメント欄に改善点など書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。